皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の、14日、18時53分、昨日の、河川の撮影でもですね、撮影しながら、まあ、途中で言ってる通り、まあ、元、ソビエト連邦の大統領だったと、もしくは首相だった、ゴルバチョフさん、ゴルビーというあだ名がついたのも、まあ、僕は子供の頃から河川水門開閉式ダム発電というものを申しまして、まあ、これは同国の分野の特許で、特許を申請すれば、取れると、これは特許庁の発明協会の、人は言ってましたので、これはまず間違いないと思います。まあ、ページ数も淡井さんの場合だったら、まあ、大体50ページぐらいになると思いますと。まあその辺の部分等もあって、子供の頃、まあ、友好関係の部分ですね。まあ、テレビで放送している内容が、キューバの件に関して、核兵器はどうこうという話があったと思うんですけども、よくよく考えたら、アメリカとソビエト連邦、その前はロシアなんですけども、友好関係結んでるんですよ。で、国境線沿いにヨーロッパにもミサイルを配置した。あれ多分原発のことだと思います。で、キューバに関して、元々の話は原子力発電所を作ってしまうと核兵器を作ってしまうんじゃないかっていう話だったんですよ、昔。で、今日は、まあ、カルビーのポテトチップス、まあ、58g 程度のものを2袋と、あとは国産のポテトチップスを買ったんですけども、それはまあ、ロッテの方に得点がいくからなんですよ。今日、まあ、セリーグやパリーグの、ほとんどの試合が終わって、あとはロッテの試合なんですね。で、まあ、これは優勝回数を揃える話だとか、最下位の数を揃える話だとか、そういったことを考えると、まあ、そういったところを分析してという話になってきます。で、その、じゃあ、カルビーさんとゴルビーさんの話なんですけども、僕は子供の頃に、ポテトチップスに関して、まあ、友好関係の話でいきますと、まあ、その当時はソビエト連邦だったんですが、まあ、ジャガイモを作っていたと。まあ、日本の捕虜になった兵士とかも、じゃがいも作りだとか、まあ、そういったことをしていましたと。まあ、中には建築関係、に従事された人たちもいますと。まあ、その辺のところで、まあ、どこからどこまでという話とかもあるんですけども、まあ、輸送距離云々とかも含めてですよ。まあ、ポテトチップスに関しては海外で作った方がいいと。本当に海外で、海外からジャガイモを輸入していたらですよ。50年前から人口少子化始まってますから、実態はどうなのかわからないんですよ。今の現代の実態が。まあ、国産のジャガイモポテトを買ったという話は、トップバリューさんの方で行われている、ポテトチップスの事業。そこは国産って書いてるんですよ。あんまりにもそのエネルギーの残存量問題で、じゃあ海外でポテトチップスを作って輸送した方が軽くなりますから、水分が飛んで。だからそちらの方はまあ、ポテトチップスに関してはそれで賢いっていう話になるんですけども、人が減っているからには土地の面積が空きますから、廃屋とかをしっかりと解体して、そこも金属回収地点ですから、まあ薪とかに関してはかまど発電で発電したらいいわけですし、冬はそれで暖を得ながら、発電をしたらよかったと。まあこういう話になるんです。で、まあそういうふうな部分とかもあって、そのじゃがいもの輸入云々の件に関しても、まあ、もう本当は、もうソビエトの東の方のところとかでジャガイモ作ってもらって輸送した方が距離近いですよと。まあそういうような話もあったんですよ。寒冷地帯でもうジャガイモは作れますので。だからジャガイモは日本で言うと北海道っていうイメージが強いじゃないですか。で、まあ北方四島もまあ、ロシアの領土じゃないですか。まあ旧ソ連の。で、まあ旧ソ連の前はロシアで同じ国土面積だったんです。1900年の頃。で、その、ソビエト連邦になったりしたのも、その、言語が違いすぎるんですよ。あれだけ国土面積が広いと。その、領土を、まあ、国を合併していって、領土を広げていっても、その、言語が違うところ、やっぱり、
急にロシア語を覚えてくださいって言われても、テレビで放送してる内容とか聞いてる方が最初から知識を持って聞かなかったわからないじゃないですか。テレビが普及したところで、ラジオが普及したところで、でもああいうような形になるんですよ。国土面積が広すぎたらやっぱり分裂っていう形で、もうやっぱり無理やわと、まあ、自分たちの地域だから自分たちでちょっと収めて、くれないかと、こういうふうな話にもなるんですよ。広すぎたらこれは無理だと。アメリカはもともと1700年の頃にはすでにもうスペインだとか、イギリスだとかフランスだとかドイツだとか、まあ、今の名称で言ってますけども、その当時、ヨーロッパの方もコロコロコロ地形とかも変わってましたから、例えば、現在はありませんけども、まあ、ユーゴスラビアの人たちとか、まあ、ヨーロッパの、まあ、多分ロシアの人もアメリカ行ってたかもしれないですよ。まあ、イギリスなんかはあの北の方、まあ、カナダのあたりを、まあ、最初あの統治していったんですけども、あの先住民の話に関してもかなり謎の部分が多いんですよ。もっと昔から移民した人は先住民族だったんじゃないのかとか、まあ、南米の方から渡ってきた人だとか、まあ、いろんな考え方はあると思うんですよ。っていうのはあの例えば1700年の頃にはもうかなりあの多くの人がヨーロッパから行ってるのは、これはもう絶対間違いないんですよ。っていうことはですよ、じゃあ1800年ぐらいの頃に先住民族を倒した云々とかおっしゃって、でそこに住んでる人たちがもともと昔から渡った人なのか、もともと現地にいた人なのか、区別なんかどうやってするんですかと。そこであの現地の人と結婚したりしてる人がいるわけじゃないですか。今の現代だってそういう、まあ、他国の人と結婚して、まあ、あの親の介護の部分が難しくなるんですけども、まあ、日本の場合だったらあの多くの人に野球関係者で分かるとするんで、あるいは日本とアメリカの人たちで分かるとするのであれば、ヌートバー選手という人が、昨年日本代表で、選ばれて、まあ、活躍して、まあ、アメリカでも、メジャーリーグで、プレーしてるんですけども、まあ、ご両親が母親が日本人の方で、父親がアメリカ人の方で、多分まあ軍人の方だったと思うんです。でアメリカ軍がまあ、昔日本に駐留していた、まあ、今もわずかですが駐留してますけども、まあ、駐留していて、で、まあ、結婚される人も、まあ、中にはいらっしゃったと。でただし国際結婚というのはすごく簡単なことではなくて、まあ、本国への引き上げとかがあるわけじゃないですか。いつまでも米軍基地を置いていてもっていうとか、もうエネルギーの残存問題からでいうこと、今時その、うん、まあ戦艦関係、があるのがおかしいんですよ。本当は戦闘機とかあること自体が使う用途が災害救助用に適したもの以外意味ないんですよ、本当に。だから安倍政権の時に空母を作ったのはヘリ空母じゃないですか。それは東日本大震災を見てもらったら分かる通り、空輸じゃなかったら最初間に合わないんですよ。道路がめちゃくちゃになりますから、陸路が輸送ができないんですね。だからまあそういうふうな、まあ、ただしあのホバークラフトに関してはすごく役に立つので、ホバークラフトは能登半島の時にも役に立ちました。重機を乗せて、上陸してます。水の上を、浮くような形で、まあ地面の上も一説によると浮かせれることもしようと思えばできるらしいんですけども、ただしそれすると作り方からとかエネルギー効率とかを考えるとそれはまああんまりよろしくないと、まあそういうことで、まあ、とりあえず上陸してもう一回海に戻れたらそれでいいと、まあそういうふうな形で、まあ重機を、まず現場に運んだり人とか、まあこっちの方でね、のみとカンナで、のみと、いや、訂正、のみとハンマーですね。のみとハンマーで、こう、岩を割るところの、ものすごく巨大な岩ですよ。人間は昔、そうしてたんですよ。これで、本当は、もう本当に体鍛えた人たちの世界で言いますと、コンクリートのマンション、解体できるんですよ。本当は。まあ、燃料使わずに。費用かかりますよ。円安になりますよ。けど世界中みんな同じことしたら、為替相はあんまり変わらないんですよ。だからもう重機を作るのを世界中でもやめたらいいんですよ。
もちろん他にも絶対重機が必要な場面っていうのはもちろんありますよ。その災害緊急時とかに。それ用に置いておいたらいいだけなんですよ。だからその辺に置いてたらサビサビになってしまうから、まあ、屋根の下とかに置いといて、でいざとなったら使う程度でもよかったんですよ。で、まあ、昨日の河川の撮影でも、だいぶ、まあ、高速道路、なぜ、京都府の縦貫道ができているんだと。まあ、そういうふうな話にどうしてもなります。昔はなかったんですよ。で、そこまで人が住んで、ちょっとごめんなさい、電車が通ってます。そこまで人が住んでいらっしゃるかというと、そうでもないじゃないわけじゃないですか。僕が撮影してるところを見たときに、やたらと道路だけはしっかりしてるわけじゃないですか。で、車がたくさん走ってるわけじゃないですか。電車がありますのに。だから電車の方が1時間に1本とか、最悪14時台なんか JR の電車すら走ってなかったりだとか、だからその分まあ歩いて撮影とかをしてたんですけども、少しでも交通費を浮かそうと思って。で、交通費に関しても、まあかなり、まあ、金がかかってます。まあ、ちょっと持ってきますね。これもちょっと前の6月の部分がどれぐらい交通費使ったかわからないんですけども、まあ、これが履歴なんですけども、ちょっと待ってください。ピンとどれぐらいに合ってるのか、ちょっとわからないんで、見えにくいですよね。これ、まあ、これ7月、一番上が7月6日なんですね。で、一番下の方が7月の13日なんです。いろんな電車を乗り継いだりしてますから、まあ、すぐに上から下まで履歴が溜まってしまうんですけども、7月6日の時点で、残額は、8405円。これが、まあ、イコカのカードなんですけども、まあ、途中で、まあ、7月9日にはもう残り1745円になって、1万円札を、チャージしてるんですけども、昨日の時点で、6265円まで、まあ、昨日1日で交通費、まあ、5000円以上は使っています。まず間違いなく。っていうのは、すべての場所が1個か使えるわけじゃないんですよ。もう駅とか撮影とかある程度してますから、もう分かるわけじゃないですか。駅員さんが全くいなくて、で、そういうのを、装備してないどころか、列車がガソリン車であったりだとか。まあ、それでも、ガソリン車だったとしても、まあ、1両とか2両でしか走ってないんですよ。そこに、10人とか20人乗るんだったら、絶対そっちの方がエネルギー効率いいんですよ。まず、信号はなかなかない。まあ、自動車もなかなか田舎の方は信号ないんですけども、まあ、止まることがなかなかないのと、あと一つの駅の区間が長いので、まあ、そういうふうな形になりますし、あと、まあ、物流に関して、これはもう完全に列車で物流をしていればよかったの話になるんですよ。縦貫道いらなかったんですよ、高速道路が。50年ぐらい前から少子化始まってますから、もう今更の話なんですよ。なんか昨日も撮影してた中で、まあ15台ほど、まあ中古車ショップがそのまま倒産して、もう車がサビサビに錆びていて、型式の古い車が多くてと。まあ、そういうことですね。で、誰も回収していない。なお、ほったらかしになりすぎなんですよね、世の中は。だから、それを仕事として金属の回収を行って、まあ、海外から鉄鉱石とか買ったりするぐらいだったら、自分の国で集めてこれるんですが、1万台ぐらいありますよ。日本国内で不法投棄されている車が。もうさすがにこれは乗らないっていう車が、1万台ぐらいあります。もう大体それぐらい考えておいたらいいです。もう、そういうのを回収したりする手はず整えて、動き出すまで、これ、時間経過すごくかかるんですよ。手続きとかで。で、回収終わった頃には、不法投棄されてた中で、まだ乗れそうな車も、もうダメだっていう段階に入ってきますから。その1万台っていう数はそんなに簡単に、ね、分解できるような台数じゃないですよ。大体手作業で行わなきゃならないですから。
あんまりサビがひどいのはそれ、今までの従来通り、重機使って解体したらいいんでしょうけども、けどそれガソリンがすごく減るんですよ。人間を行ったらいいんですよ。大抵はできますよ。もう最悪ハンマー使ったらいいんですよ。力持ちの人たちで。大抵のものを割ったり壊したりして開けたりすることできますから。大抵ネジとかで止めてますから。ボルトとか。なあ、まあ、カルビーさんとボルビー、まあ、カルビーのポテトチップスも、まあ、その、ゴルバチョフ大統領っていう人がいらっしゃいまして、ソビエト連邦の頃に。で、まあ、ゴルビーというあだ名を受け入れていただいて、笑顔で対応してくれてるんですね。で、まあ、平和を、述べられていた方で、で、これもともとね、その、第二次世界大戦は本当にあったんですよね。で、日本本当に原爆投下されてます。それは法律の世界でもありますから、で、朝鮮半島に関しても、なんか、ね、大陸間弾道ミサイルがどうこうだとか、原爆実験がどうこうって、あれ違いますよ。多分原発のことです。だって、日本の六法全書には載ってないんですよ。六法全書には載ってないんですけども、それよりももっとたくさん全てのものが載ってある、全てと言って過言ではない。あとは、まあまあ、都政六法とかは別なんですけども、現行法規とか現代日本法規、今は、現行日本法規、安倍政権の時に安倍さん知り合いでしたか、まとめてもらったんですよ。だから、井の一番に選挙の時にも、神戸市の三宮という中心地のところに選挙に来てくれてたでしょ。で、これ、立憲民主党や、もともと、まあ、民主党だった人たちも、畑上清さん、国夫さんとか、いろんな人たち知り合いで、もう、ここの国自体が、淡井圭介と、しっかりいろいろ喋ったことのある人間の人が総理に選ばれる仕組みになってるんですよ。その河川水門解析弾発電とか、もう僕は子供の頃から言ってますから。海外にもその当時からある程度伝わっていて、もう完全に明確になったのは1998年神戸市立ホテルフルーツラーパークなんですよ。で、まあ、ロッテさんの試合の話に戻るんですけども、なぜ、まあ、カルビーのポテトチップスとかを買った時にロッテが勝てるか、得点が集まってくる仕組みがあるのかっていうのは、それは今まで優勝回数が少なかったその原因として、それプラス法律の独占禁止法っていうものがありますから、すべてのお菓子メーカーをロッテで牛耳るわけにはいかないと。自分たちのそのロッテという球団が勝ててないから、じゃあ独占禁止法でそういうふうにできるかっていうとできるわけじゃない。ただし、独占禁止法じゃなかったとしても、今ある会社が各自、お菓子会社としてメーカーとして作ってるんでしたら、そこのお菓子買った時ぐらいお菓子のメーカー同士いろいろ協力しなきゃならないですから。企業合併と、まあ、最初、まあ、企業合併でもいいですし、最初その前は話し合いで、生産体制とか、しっかりと話し合って無駄がないように。だって、食料腐らせてしまうんだったら、運んできた意味ないじゃないですか。エネルギーの残存量問題から考えますと。もったいないわけじゃないですか。だから過剰生産だったんですよ。何もかもが。で、スーパーマーケットからある程度、まあ、お菓子、各欄が、何かこう、ある程度は、こう、埋まってないような状態が望ましいんですよ。それぐらいが普通なんですよ。まあまあ、まあ、まあ、ロッテさんの得点に関して、まあ、今日日曜日ですし、まあ、国産のポテトチップスで、多分まあ、日本の国会議員の人たちも頑張らなきゃならないの話になると思うんですよ。副業じゃないですよ。国会議員の人たちは公務員ですから、国家公務員ですから、副業は禁止されてますから、法律で。だから、それこそ人助けしましたの話になるんですよ。入賞回数が少ない、法のもとに平等、人権が守られていないで、で、国会議員の人たちとかも頭の中、渡したりとかしなきゃならないんですよ。じゃあ最初、じゃあ誰がっていう形になってくると、まあ志願者っていう話もありますし、これ率先性のある方が、やっぱりこの話がね、すべて世間に出回った時に、かっこいいわけじゃないですか。あの人、しっかりしてると。根性あると。で、片や国会議員の人たちでやらかしてしまった人たちがいるわけじゃないですか。大きな失敗を。エネルギーの残存量問題を考えないで。じゃあまあ人間ですから、それは亡くなとは言いませんよ。だけども、言い分とか聞いてたら、
僕らからしたら、そこまでいろんなことをしてる人間からしたらめちゃくちゃなんですよ。もうそんなこと言うんだったら僕なんかね、ほとんど勘違いみたいな形で精神病院に9回も、1回の入院が、2ヶ月と、20何日というような形で入れられて、でその精神病院のシステムをもともと強制収容所っていう話があったじゃないですか、第二次世界大戦の頃。それとあんまりしてること変わらないんですよ。だから行政の、まあもともと家系で総理とかも選ばれてる部分とかありますし、でそれに関しては第二次世界大戦からの話があって、だから強制収容所ってアメリカも行ってましたから、あんまりしてることどこの国も変わらなかったんですよ。なそういうふうな部分を今の時代にも当てはめて精神病院という形で残しているんだったらダメですよって。そうじゃなくてお金の支払いで終わらせたらいいじゃないですかって。例えば僕のケースだったら外から絡んできたりだとか、外を歩いていて絡んできたりとかされたりしてるわけじゃないですか。そしたらそれは警察官とか通して、あおいさんにちゃんと罰金支払いなさいって、裁判所を通してって。もともと道路交通法違反とかも罰金制度じゃないですか。それで良かったんですよ。で、それで、まあ人間だからある程度失敗しなきゃ、なかなか、身につかないっていうのはあると思います。自分が失敗したからこそ、だから、他の人も失敗しないように、ああした方がいいですよ、こうした方がいいですよって、こういう善意ある行動の方がいいわけじゃないですか。だから、自分の失敗談っていうものはすごく重要であって、まあ、それがしくじり先生っていう番組だったりしたんですけど、まあ、そこに嘘を持ち込まれたら、困るんですよね。まあまあ何回か言いましたけども、まあ、今スポーツの時間帯ですから、ロッテさんのね試合が行われている時間帯ですから、さあもう笑いながら言いませんけども、しくじり先生でね、ライジンという格闘技で、朝倉未来っていう選手がいるわけじゃないですか。で、彼はまあ若い頃暴走族をしていたわけでね、まあそれをちゃんと犯人は、まあまあ犯人ではあるんですけども、本人は反省してね、反省の弁を述べてるんですよ。この頃は、社会のことをはっきりと分かってませんでしたと。で、特攻服の意味とかが、その暴走族の漫画とかでね、まず自分たちの仲間がやられて、で、相手の集団で、暴行を加えてきた人間に対して、殴り込みをかけるみたいな人間が特攻隊長みたいなことで表現してたでしょ。あれもともと違いますよ、特攻隊って。第二次世界大戦忘れてるでしょって。だから暴走族の漫画なんか書いてる人自体が、そんな方法でお金稼ぎをしようとしてる時点で間違えてるんですよ。だからそういうのを読むときは、ちょっと調べようかと。どんな内容なのかと。ちょっとこんな内容書いてたらダメよっていう、僕みたいにね、ビシッと言う人が、言わなかったら。まあ、それはそれで違う内容とかで裁判かけられますから。講談社だろうが集英社だろうが何だろうが、集英社さんは多分暴走族の漫画ないでしょう。でも一応戦闘シーンはあるんですけども、セイントセイヤだとか北斗の拳だとか暴走族はないんですよ。だからエネルギーの残存量問題とかもありますし、昔特攻っていうものがあったから、まあ、あと暴走族の漫画書き始めたら会社で社員が雇ってるから特攻服の話とか勝手に書き始めたりするわけじゃないですか。で、油断してたらいつの間にかそれがストーリー化されてもう世に出てしまっただとか、もうそうするともう言い訳できないんですよ。もう世に打って出して しまってますから。君らその方でお金稼ぎしようとしたんですかって。無理よって。第二次世界大戦で特攻隊させられた人たちのこと知ってるでしょって。台風の発生の仕方ですよ。どうやって詫びるんですって。でしょ、もうこの話、全ての、まあ、漫画業界で暴走族関係だとか、特にもうに日本刀もいらないから、そんなことをしてる人いないね。それとか、音楽の世界で、命に嫌われているっていう曲は数年前にだいぶ流行りましたけども、神崎伊織っていう人が作ったんじゃないか
かなとは、まあ、僕は推測してるんですけども、まあ、神崎川という川がありまして、まあ、淀川と合流したりしてるんですけども、その辺りって全部海面と同じ水位なんですね。だから最初それを見た時に、ずっと奥の方まで、海面と同じ高さだと勘違いすると、その河川水門開式ダム発電、勘違いするとできないと、勘違いすると大した発電量が見込めないだとか、そういうふうに、ちょっと知識をかじった程度の人たちが真っ先に間違いやすいから命に嫌われてるっていう内容で、完全にあの歌詞でわからない内容はナイフを持って走ったっていう話ですけども、どう考えてもね、一般人の人でもそうですけども、その辺生きていてね、今までナイフ持って走ってる人見たことあります？ちょっと今電車走ってます。ないでしょ。いるわけないんですよ、そこまでなかなかめちゃくちゃな人間。多分それは自衛隊の訓練でナイフを持って走ってるんですよ。じゃあもう自衛隊の人たちの訓練で、その生き残るためのサバイバルの術を身につけるために、あの山の中でね、あの蛇捕まえて、エビをね、あのナイフでさばいて、食べたりだとか、それ本当にしたりしてるんですよ。昔はそういう映像結構あったんですよ、テレビでも放送されて。まあ訓練なんですけども、まあだから、まあ自衛隊の人、まあ横にね、まあリュックの中に、まあ、ナイフを入れていても、まあ持ってるといえば持ってますから、まあナイフを持って走らされた方なのか、そこそこナイフとか銃とか、あとリュックとかで重たいじゃないですか。それで走れって言われたら、今度ね、なかなか肉体的な負担だとか、訓練がそこまで行き過ぎると人権がという問題があって、まあ未来からの時間軸からのこういうわけで、レンジャー部隊に対して、まあ鬼教官と呼ばれてる人が、まあ訓練してたんですけども、まあまあ後でびっくりしたんですけども、僕の野球部の先輩の一つ上の森本さんだったんですよ。まあ若い頃から自衛官になるとか、まあそういうふうなことを言ってたんですけども、まあそれで、ね、まあサード守ってたんですけども、まあちょっとやそっとの打球は、体で止めるというタイプですね。まあまあ監督も、そういうふうなことを何回か言ってるんですよ。なんで前に落とさないんだと。前に落としたら、それからすぐ拾って投げたら、わそう間に合うじゃないかと、まあそういうことを言うんですね。まあそれはあんまり、まあまあ真に受けすぎると、まあまあその体で止めるって、その痛いものは痛いですから、それ最悪水落ちに速い打球入ったら本当は動けないですから、そこ痛いの我慢して送球しても送球それたりしますから、それはちゃんとグローブで取りに行かなきゃならないんですけども、軟式とはいいですよ。軟式もそこそこ硬いですから。まあだから、まあちょっと話があちこちに飛び回ってますけども、一旦元戻しますね。交通費に関して、要するに、1ヶ月と経たずに、2万円近く使ってると。まあ僕のホームページに関してなんですけども、トータルで10万円以上使ってるんですよ。まあ交通費、他にも見てもらったら分かる通り、たくさんいろんな河川を撮影しに行ったりだとか、まあ能登半島に関しても、交通費とホテル代だけで3万円は軽く突破しています。だから、まああとは電気代と、あとそのプロとして契約している金額は、1年間で、まあ1万6000いくらか、まあまあ1万7000までは届かないんですけども、まあ1万6000いくらだとか、まあそういう状況なんですね。だからまあ何年かプロとして行っている以上、まあすぐ大赤字なんですよ。だからそのパートナーシップとか、いわゆる昔言われていたそのまあ、投げ銭と呼ばれるものですね。頑張ってこういうふうな動画を公開、無料公開してるから、それだったらこれだけのお金払いますよっていうような人たちがいらっしゃるわけじゃないですか。だからまあそういうふうな人たちのお金とか、あと CM がつくことによってだとか、まあそういうふうな形で、まあ、YouTube というものは成り立っています。で、
まあ、社会にどれだけ貢献してきたかとかが重要だったり、あとなぜそういうふうになってるのかっていうことが、これは特に日本の場合はプロ野球っていうスポーツは日本人にとってはすごく有名なスポーツで人気スポーツなんですよ。でお客さんファンの人たちとかも多くてですね、まあその電波の仕組みとか頭の中を渡したりだとか、どういうふうな結果になるだとか、だからそういうふうなことがいろいろとありますので、その仕組み自体を、公開しておくと、そういうことはしっかりしておかなかったらこれは隠蔽になってしまうと。やっぱり僕の根幹にあるのは、やっぱり僕も不遇の人生を送ってきたわけであって、阪神・淡路大震災の被災者という立場でありながら、賃金の不払いだとか、そういうことをいろんな仕事場で、被ってきていて、で、ただしフルーツラパークとかで働いてよかったのは、人と人との出会いで、例えばグレイの皆さんだとか、ビーズの皆さんだとか、ルナシーの皆さんだとか、いろんな音楽業界の人たちもそうですし、もしかしたら、アナウンサー関係の人たちは、大体僕と会って話した人が多いです。今ちょっと古舘伊知郎さんのすまんっていう声が聞こえてきたんですけども、古舘伊知郎さんももしかしたら僕と子供の頃にやっている可能性があって、もう僕も家系とかが政府上層部の人間の家系だったり、もっと先祖辿っていったら母親の方の家系の先祖が浅井長政の子孫で滋賀県を治めていた大名なんですよ。で、だからそういうふうな人たちで構成かなりされてる部分とかもあって、気がついた頃にはこうなってましたの方なんですけども、子供の頃は自分の家族だとか、いろんな人たちの、君の話を聞いてっていうことですね。河川水門返し玉発電とか、そういうものは本当に必要だと思う。で、その前に、河川の整備をしっかりしておかなきゃならないだとか、大雨で河川が氾濫していたりするだとか、それでもし会社として行っていたら業務上過失致死になると、死者が出たりすると、いわゆる僕から言わせた、カテゴリーは殺人罪の中に入ると、だそういう現実的な部分とかもあって、だからいろんな人が言いましたよ。そういうことは電気事業だから特許だけ、申請して、それでお金を得て、で、あとも電力会社任せといたらいいだとか、そういうふうな、僕側の立場で見た人たちで、そういうふうにおっしゃってくれてる人たちはたくさんいたんですけども、その特許の申請をするお金がないと。で、これ河川の撮影とかに行って、その河川の様子とかをね、撮影して、あと今までの洪水の、歴史とか、じゃあ何が原因だったとか、そういう詳細を全部説明してるわけじゃないですか、動画の中で。なんかそういうものがすごく、有効的なものであって、だから今まで水力発電はありますよ。だけども今までの水力発電と僕の河川水門解析玉発電って全然違うんですよ。形状から何から何まで。そのストレートのトンネルで回転扉を利用してギア比で、ギア比に関してはどこでも使用してるとは思うんですけども、ある一定の水を本当に無駄なく効率よく使用するには絶対地下水流ストレートトンネルっていう形なんですよ。河川の方は大体そこにありますから、もう地下でいいんです。地面より下にありますから。なあ、海面より上は絶対ないですから、地下水流ストレートトンネルって。ちょっと考えたら分かることが、法律を読みすぎたら分からなくなってしまったりするんですけども。そういうわけでですね、とにもかくにもおやつを買って、その試合の時間中に食べると問題があるんですけども、食べてないですよ。先ほど買いました。バター醤油味の、ポテトチップス2袋と、あと国産の、ポテトチップス1袋ですね。で、そのバター醤油味に関しても、判断難しいんですよ。国産もしくはアメリカ産って書かれてるんですね。北方四島に関しても、もしジャガイモ作れるんだったら、ジャガイモ作った方がいいでしょうし。それはロシアの方たちが決めることなんでしょうけども、
さすがにその距離だったらあんまり燃料かからないわけじゃないですか。で、多分もう今の時代これだけ少子化が続いてきたら、多分自分の国でかなり作れますよ。耕作放棄地、今、昨日も河川の撮影していて、これだけ耕作放棄地の面積ありますっていうことを述べてるんですけども、どこの河川の近く行っても、ああいうふうに耕作放棄地が見受けられるんですよ。それ全部活用して小麦作ったら、かなり小麦の輸入量は減らせるんですよ。で、もちろん、こっち、桑です。桑で、畑耕して、で、もう正直、稲とかでも、ああいうふうにトラクターとかで、自動で買ってね、それを袋に入れていくような、ああいうふうなものは便利だと思いますよ。だけども、原油使ったら跡がなくなっていくわけじゃないですか、この世の中。で、それによって地面の中が空洞化して、地震とか発生している部分もあるわけですから、だからまあ、ここの住宅の前の草とかでも、この間ちょっとハサミで、別に住宅の掃除の日じゃなかった時に、ハサミとかで切ってみたりとかしたんですよ。簡単に切れます。あれ、鎌とかでするより、ハサミ使った方が賢いですよ。で、多分、稲刈る時も、あれ、多分、ハサミ使った方が、腰も曲げなくていいですし、多分、簡単だと思うんですよ。50メートルかける50メートルをね、例えば1日3時間か4時間だったとしても、簡単なわけじゃないですか。ホテルマンとかで働いていたりして、こう飲食の方で、披露宴会場だとか、いわゆるどんでんっていう次の2軒目の披露宴に備えて、全部片付けて、まだ全部再セットとか、すごくね、労働力は必要になるわけじゃないですか。関西ナンバーワンの売り上げだとか、まあそういうことをと比べると、稲ハサミでこうカットしていくぐらい誰でもできるじゃないですかっていう話になるんですよ。だから僕の撮影した動画かなり貴重だと思いますよ。廃屋になっているところもそうなんですけども、基本的に駅から歩いていけるところですから、そこもったいないんですよね。まあ、ただ山の斜面のところは廃屋のところ、まあ解体した後、まあ建てない方がいいでしょうね。そこは畑にした方がいいですよ。山の斜面は上から水が降りてきますから、だからそこをちょっと、まあ周りをね、石垣みたいに組んで、間コンクリートを入れて水が逃げないようにですよ。貯水槽みたいな形にすれば、それも水田としてかなり効果あります。まあ、よっぽどのことがない限り、農作物育ちますよ。まあ、今年なんか定期的に夏場もこういうふうに雨降ってるわけじゃないですか。今日も雨なんですけども、これは温度が上がらないように、まあ調整してるのであって、まあ路面が光ってるから、ああ雨なんだなっていうことが、まあちょっとだけは雨音が、雨の音が聞こえてると思うんですけども、まあこれが世の中の実態ですので、まあ人間の方でも雨大体なんとかなるんで、狙いどころは本当は7、8、9なんですよ。6月の梅雨前線じゃなくて。だからそれはまあ沖縄の人たちにとっても7、8、9の方が暑いわけであって。だから7、8、9と言ったら絶対7、8、9なんですよ。で、かといって、こう河川が氾濫するような集中豪雨とかもまずいですし、土砂災害。そうならないように、まあ、各これ都道府県とかで状況変わってきますから、あとテレビでもこの間、これね、以前も見たと思うんですけども、松山城のところで愛媛県の、土砂崩れが起きて、まあ、災害が発生してたんですけども、人が生き埋めになったりだとか。それ松山城って盛り土なんですよ、どう見ても。掘った時に向こうが岩壁じゃなかったら、それ土で盛ってるんですよ。その上に城作ってしまってるんで、
それも昔からそうだったが、もう昔僕言ったんですよ、もう松山城解体したらいいと。それか、あの松山城を残しておいて、地面だけね掘っていったりだとか、水道管とかまさかガス管まで通してます？お城に通してないでしょ。まあ通してたら通してたでそれ一旦遮断して、あのもうちょっと先の方のところでで、下げたらいいんですよお城。いやだから最初は木を斧で切っていくところからして、あえて土だから、だからうまーくスコップで土砂を少しずつ取り除いていったらいいんですよ。まあそれで高さを下げていく、これで良かったはずですよ。多分しようと思ったらできるはずですよ。上の方からしたいんですよ。そしたら作業員の人たち巻き込まれないですか。でまあやっぱり盛り土のところは大雨が降った後ですね、土が水に濡れたらどうなるかぐらい分かるわけじゃないですか。お城の方が重要なのか人の命の方が重要かなのであって、さもうね、そんなお城なんてどうでもいいわけじゃないですか。まあまあもともとまあまあ浅井長政の子孫ですから、小谷城っていうお城の城主だったんですけども、まあ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 母方の家系ですが、まあだからこそ世界中というか、まあまあ世界中でいいと思いますけども、その日本中でもそうですけども、ああいうふうな作り方に問題のあるところは崩したらいいと、躊躇なく。そこ躊躇するようなところじゃないですよ。もう今だけ娯楽で、もうスポーツも、ね、これだけ活躍して、で、娯楽の世界でもこれだけ活躍して、あれもこれも楽しいものがいっぱいあると、そんなにもうお城にこだわるより人命にこだわった方がいいんですよ。ちょっと考えたら分かる話なんですが、ただあのニュースも多分、以前放送した内容、そのまま多分放送してる可能性があります、これ12分に。まあ、まあ雨の部分のところで変な躊躇が入ってるのか、河川撮影しながら農作物 の育ち具合見てますから、重要なのは水なんですよ。水が途絶えた時は一番農作物が持たないんですよ。これ木も同じなんですよ。公園の木とか枯れていったりしてるじゃないですか。よく見たら分かりますよ。根元のところがこう空洞になっていたりだとか、まあアリさんに食べられてるとかそういう部分あると思うんですけども、基本的に下の根っこの部分が見えてちゃダメなんですよ。だから河川の土砂をかき出した後、公園とかに、生えてる、植えてる木に、上から土かぶせて、高さなんかもういくらでも高くしてもらったらいいですから。あとはもう雨で流れていったら、その公園の土のところに流れていくから、もう別にそれでいいんですよ。そうじゃなかったら人間が公園の中に入っていくから、公園から土が靴の裏から出ていくわけじゃないですか。だから河川の底の土砂のかき出しを行って、公園とかに、土戻しをしてあげると。多少石とかがあったりしたら、それはそのコンクリートかだとか、いろんな方法に使えるわけであって、だって採石場で石砕きながらコンクリートをセメント作ってるところを見たらもう分かりますよ。最初から砕いてる石、砕けてる石集めといたらいいじゃないですか。エネルギー使わなくていいわけですから。あとはそれの河川の底に関してある程度整地したい部分がありますから、そのある程度の大きさの、まあこういうふうなこれぐらいの大きさの石とか、これよりまあ小さいこれぐらいの石とか、こういったものは活用させていただきたい。まあそれを間に入れていったりして、その上に軽くセメントを敷くと。まあほぼ全ての河川の底やサイドを保証するわけですから、コンクリートの使用する量もかなり膨大になると。だからまあある程度そういうふうな形で工夫をすることによって、使用するセメントの量を少なくすると。
まあこういうことですね。まあ、あの話がだいぶそれましたけど、まあ、ゴルバチョフ大統領さんがいらっしゃって、まあ、日本も含めての友好関係で、まあ、カルビー、ゴルビーという中で、あの進めさせていただいて、まあ、そういった部分があるからそのプーチンさんだとか、ロシアの大統領の方もそう簡単に、日本をないがしろにはしないと、まあ、そういうような部分があって、友好関係になっています。あ、そこまで、昔の話をされた時に、そうそう総理とも総理といえどもなかなか僕のそういうふうな話とこう出されたら、総理の方もちょっとここは引いておくしかないとか、そういう部分はあるんですよ、本当に。むしろあのそういう有効な話、外交で使わせてほしいと、こういうことなんですよ。で、僕はやっぱりあのどう考えても国会議員になるべきではない存在なんです。基本的に社会的地位は圧倒的に総理だとか、まあ、官房長官とか大臣の方があるわけじゃないですか。例えば警察署とかにね、大臣とか、官房長官、副官房長官とか顔を出した瞬間、もう全員ペコペコになるわけじゃないですか。お腹のことじゃないですが、頭を下げるの方の意味ですよ。もうはいはいってなるわけじゃないですか、現場の方は。だから社会的地位はそういった実質的にある人たちの方が上なんですけども、僕の場合は今まで築き上げてきた話の量が尋常じゃないんですよ。いや、だからね、その冷戦時代を終わらせた男とか、そういう話の方向からいくと作り話の方向になる可能性があるんですよ、しっかりと調査しなかったら。だって日本が今から何十年も前にですよ、平成10年でしたっけ、確か法律の書き方って平成とか昭和とかで書いてましたから、平成10年ぐらいだったと思うんですよ、朝鮮半島に軽水炉を輸出しますという内容は。原発のことですよ。だから向こうからしたら日本に教えてあげたんだから、日本が朝鮮半島の人たちに教えてあげてくださいなんですよ、アメリカとか他の国の人たちからしたら。だって もともと日本が併合してたわけじゃないですか。で、そこで日本も近隣の国とトラブルばっかり起こされていたら、もう僕たちもいちいちその喧嘩を収めに来るのも大変だから、ちょっとそちらの方で対応しようっていう話になってくるんですよ。最初から仲良くしといてくれたらって。だからニュースで放送してる内容がめちゃくちゃになってるのは、これはやっぱり第二次世界大戦の影響なんですよ。で、あの戦争で実際的にそれに近い世代の人たちとか、その直後に生まれた人たちからしたら、その周りの近隣の国のことをとやかくはある程度、まあ、言いたくなるわけじゃないですか。それも被爆者の、子孫の人たち、例えば自分の親がとか、原爆でとか、お亡くなりになったりだとか、まあ、そういう立場の人たちで、それ文句言うなっていう方が無理じゃないですか。だからどうしてもそういうふうな社会になってしまうんですよ、テレビの放送でも。だけどもそこを踏ん張って、ある程度後の世代が、要するに僕みたいな世代ですよ、いやちょっとここをこらえてくださいと、ちゃんとアメリカの大統領、黒人初の大統領オバマさんに、まあ、昔からいろいろと縁ありますからと、ちゃんと日本の政府を通して、安倍政権の時に広島原爆投下の日に訪問してもらえませんかと、で、被爆者の人たちと握手していただけませんかと、笑顔で。それが世界に対する強烈なメッセージなんですよ。第二次世界大戦の前後の頃は世界中でずっと戦争してたんですから。それは隣国の人たちとその仲が悪くなってしまうような発言をお互いの国でテレビで放送してしまっていますから、その後遺症はずっと出たわけなんですよ。で、後遺症っていうのは病院用の言葉じゃないんですよ、病気用の言葉じゃないんですよ、後に残る状態のことを後遺症って言うんですよ。で、障害っていうことに関して、障害者っていう意味なんですけども、僕にとっての障害が誰かとか、こういう言葉の使い方なんですよ、本当は。
わかります。だから政府にとって隠蔽しなきゃ立場が危うかった人間が僕を精神病院行きにして精神障害者っていう位置づけにしたんですよ。な、人間だから喜怒哀楽はあって怒るときは怒っていいと思うんです。それがなかったら例えばめちゃくちゃにいじめしと人間とか連中とかいたとしてですよ、そいつらに対して敬語でやめてくださいよでやめると思います？お前ちょっと今から怖いみたいな形にせんかったら絶対無理なんですよ。現場止まらないから。だからね、僕も仕事がかかったらみんなおとなしくなるわけじゃないですか。おとなしくの意味もいい時と悪い時やっぱり使い分けしなきゃ絶対ダメだと思うんですよ。例えば週は株式会社からシャープエンジニアリングさんの仕事をいただいてですよ、まあ、働き先はシャープエンジニアリングという形で、州は株式会社の人間ではないという形で、まあ、話だけ上の方でつけて、仕事をそこでさせてもらうという形になるんですけども、どこの店舗の州は株式会社の人間か知りませんけども、その洗濯機の研修で、エアコンか洗濯機の研修だったんですけども、こう真面目な人がね、こう分解して、また直そうとしてるのを横からからかったりとかして邪魔する髪の毛染めてる男2人組がいたんですよ。もう僕我慢の限界来て、もうこいつこの一番言うてるどっちか片一方もうエリック首つかんで廊下まで引きずり出しって、本当にちょっとめちゃくちゃちょっと叱らなあかんなと、もうそれをボソッと、いやいや動かんでいいかと、それしたらここの仕事あんたもなくなるかもしれないからとかいう人とかも、まあ、いたりとかして、まあ、僕もその時ストップをかかってしまったんですけども、だからそれ違うんですよ。正当防衛民法720条見てもらったら分かると思うんですけども、丸102、第三者のためにも正当防衛って使えるんですよ。攻撃されてるわけじゃないですか、仕事の邪魔を。仕事をここで覚えなかったら歩合制でできたかだから、現場行って直せなかったらお金もらえないんですよ、出来高制って。なあ、直し方とか君が覚えてないんでしょって、仕事できてないんだから直せてないんだからお金払えませんよっていう話になっちゃうんですよ。すごい厳しいでしょ。そしたら研修頑張って受けてる人のね邪魔なんか絶対しちゃダメじゃないですか。いやだからもうあんまりこれ言っちゃダメなんですけども、一番手っ取り早い方法ボディーブローじゃないかなとか思ったりもするんですよ。一回僕それ週は株式会社で外から喧嘩売ってくるやつもうカールガールで、でそのお前の家族も脱がせたるわって言った連中の二人組の一人、もう人生で二十歳超えてから一回だけ暴力を振るったことがあるのはもうそいつら。それまで今までこう店から飛び出してこう捕まえようとしても一般人にも逮捕権ありますから。あとは制服着てる警察官の人に引き渡しをするだけで、刑事訴訟法みたいなの分かります。で本当にそれで合ってます。それでちゃんと窃盗犯捕まえたりしてますから。で、まあ、ある程度相手押さえつけたりとか近づくでしますよ。殴る女に関して相手に大きな怪我を負わせないようにするためにそういうふうに規制があるわけであって、ただもうボディープローとかを打って走って逃げれんようにした方が、あと相手が2人いた場合1人を戦闘不能状態にしなかったら危ないんですよ。こちらがどう考えても、だから2人いる方が大体悪いんです。1人の人間に対して喧嘩を打ってくる人間、わかります？1人で歩いている時に絡んでくる人間なんかまずいないんですよ。大体2人組以上、数多い時ロッテ、まあ、今回の話はロッテさんの得点に関して、まあ、ゴルバチョフ大統領と、まあ、淡井圭介という存在が、まあ、僕は小学生ぐらいの頃から、関わっていたと。で、まあ、カルビーとゴルビーという関係という話で、まあ、日本とロシアは友好関係今まで築いてきましたよと。その間に多分いろんな話がいっぱいあるはずなんですよ。
ね、こんなに大きな話、他の国との仲裁とかいろんな話いっぱい出してこられたら、なかなか太刀打ちできる人いないでしょ。一民間人でそれを言う人間がいて、その人間が、NE の残存量問題で、まあ、その国会議員の人たちだけを責めるんじゃなくて、我々消費者にも責任ありますよと。それは誰かって言ったら、車を所有してる人なんですよ、購入して。自分の車だから乗ってしまうんですよ。で、あとはカーシェアっていうのは、昔一回、法律で廃止、裁判所の判決か国会の方で、カーシェアに関しては、なしってなったんですよ。それをもう一度ワードビジネスサテライトとかに出演してる人たちが、忘れてしまった人たちとかが、また言い始めて、大体あの番組ですよ。効率性を求めすぎて、NE の残存量問題忘れたままテレビに出てしまった人たちが多いんですよ。だから失敗する。で、だから岸田総理にも、今のお前の周りっていうことを僕に向かって大声で言ってくれてるシーンを今までテレビで何回も見かけてるんですけども、それはテレビに出てる人たちはある程度仕方なかったら無理なんですよ。間違えてますよって。で、ほとんどの人間は僕の後輩なんですよ。もう今も今年47歳ですから、ほとんどの人間は僕より年下なんですよ。で、フルーツフラワーパークでもともと働いて僕からの研修を受けて、で、勤務した人たちが大半であって、まあ、ちょっとした年上の人たち もう研修を受けたの方の話になりますから、ちゃんと神戸市ホテルフルーツフラワーパークのホテル自体がホテル研修館っていう放送をしてるんですから。だからもうこの NE の残存量問題終止符を打つにはガソリン車の生産停止、これは重機も含まれます。で、列車増やせるかって言ったら、もうだいぶ様子見なかったら無理ですよ。新車で購入されたら10年間ぐらいは絶対乗られますから、大きな交通事故とか犯されない限り。で、なかなかその少子化の方で減っていった人口の人たちの方が多いですから、これはもうなかなか電車埋まらないです。だから本当に早急にガソリン車の生産停止、世界中もうどこの国も同じ状況ですから、ガソリン車の生産停止しなかったらもう余ってるんですよ。さっきも言いました、不法投棄日本だけで1万台以上あるんですから、余りすぎてるんですよ。それで金属回収できたら、もともと普通車って大体1トン以上あります、重さが。だからソファーとかいろんなものを取り除いても、タイヤとか取り除いても大体の車は1トン以上あるんですよ。軽量化されてるスポーツカーで1トンぐらいですから、普通車で。というわけで、もうみんなするべきことがしっかり分かったわけですから、あとはそれに向かって、その内容をしっかりと、履行すると。そこを債務不履行とかふざけ始めたら、それは僕もね、いずれの問題で、叱るわけですから。で、今、外から、上がり上がりやって言って、喧嘩を打ってくるようなことを言ってきた人間とかいますけども、そういう人間がいらない人間で、多分今まで僕に喧嘩を打ってきた人間だと思いますよ。笑いながら言ってる。で、男女2人で行動しているからそうなるんであって。これ結構ね、男と女で2人でいるときに調子乗ってる人間いっぱいいるんですよ。まあ今の声は僕より年上の人間だと思うんですけども。もうヘラ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 笑って喧嘩打ってくる人間なんかもう気抜いてるでしょ。あ、根性あるかないかの問題なんですよ。根性あったら、気合ってたら、ああいうふうにヘラ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 笑いながら絡みに行くかって絡まないんですよ。絶対笑わないんですよ、気張ってる時って。警戒感持ってますから。あ、それ楽しい方がいいですよ、人生。人生楽しい方がいいですけども、けど今はその局面じゃない。ここ、世界中の人たち全員で一致団結して、その方向性進まなかったら、絶対人類滅びるんですから。ほぼほぼ。先進文明は絶対終わります。もう石油のね、技術的採掘可能埋蔵量が残り54年分まで来て、2022年の時点ですよ。こんなに世の中、車乗り回してたらダメですよ。
田舎行ってもあの撮影しますけど、ちょっと車が横通り過ぎるでしょ。で、車の音うるさいから、僕の喋ってる声がなかなか撮影できなくて、それだけ、アクセル踏み込んでるっていうことですよ、音がするっていうことは。もう日本人でもずっと自分が生きてる間はガソリンを、気兼ねなく使用できると勘違いしてるような人たちがすごくたくさん存在するんだと思いますよ。まあそういう意味ではもう自民党は終わりですね。岸田さんとはそれは仲は悪くないですよ。で、岸田さんのことも別に嫌いでも何でもないですよ。だけども人間としてしていいことと悪いことがあって、それは党としての責任っていうものがありますから、まあ、ここは一回も政権交代で、ただ、小泉進次郎さん、まあ、僕より年下のものなんですけども、彼には自民党に残っておいてほしいんですよ。自民党にもパイプ残してなかったら、無理が出てきますから、いろんな意味ですよ。その人脈として残してなかったら無理がありますから、だからまあ、立憲民主党や維新の会や、公明党の人たちも自民党とくっついてしまったから、まあ、いい部分と悪い部分、両方あるんですけども、まあ、自由関東に関しても、本当はもう、地図自体が、2000年ぐらいの地図ですから、購入したのが、大体それぐらいですね。2000年か2004年か、それぐらいの頃なんですよ。だから、その時に、まだ作る前の、点線で書かれていた自由関東に関しては、共同不能です。まあ今の国会議員の人たちが新米か、それがまだ議員にもなってない頃の